CG スタート、リコンボルトを打ちながらスタートしていきます。ゼータディビジョンはすでにタイル詰めの判断です。ここの打ち合い、いいよ、ったのファーストも気づきました。フラッシュを入れながらダブルピークをしていきますが、これ以上対応は難しい。さあパラノイアを入れてピークをしていきますが、ここデップ続け、そしてラズがキルを取っています。デップ続け、さあこのカバーに入れるか、デップ、デップが一人で耐えますが、ラズが一方ミッドでのワン、デアラズ、ナイスアンドガン、いいミッドプッシュだね。まず素晴らしかった、ラズのウトロ来ました、ありがとうございます。つけたのが大きかったです。このセカンドラウンドはアウトローのピックをしています。ラズもうホットハンドを使ってでもナイトバックを上げに行きましたね。ライトバックまだいいカバー、いいホットハンド全員食らってる、デップ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 もレッドロップライトバック、ケイ最後炙って弁解が落ちます。日本語やし、ね、ここでバイラウンドでホットハンドが、ホットハンドしねえよ、ホットハンドが上がってるっていうのはでかいし、ラズナーマウトローは基本的に分かっ、チームバランスだと分かってんの、待たないといけなくなりますよね。ライトバックやれ、ライトバック、さあ A メインのチェックがスタートしていきます。これ面白いのがトレードマークの位置です。そうですね。A の A は完全にもうラズに任せて、今回は情報だけを取ってもう完全に B 側を強く当たるっていうのは結構噛み合ってるのでは。A1 配置、そしてミッドワン、そして B3 に形を変えたゼータに対してグローバルスポーツは B メインのチェック、そしてショックボルトでワイヤー、いやここはワイヤーありません、トレードマークがあるかもしれないというところでのチェックです。っていうかまだポイズンクラウドを使いませんね。あ、ここで使った。いやまだ遅延できる、まだ遅延できるですね。おい一人落ちてんじゃね？1個しかスネークバイトがない。弁解。いいですね、交互にスモークを使いながら、うん、動いてるわ、クソ。 B メインに絞った守り方をしています。しかもまだホットハンドとライトバック残してますからね。うん、さあここからのセットアップがスタートするでしょう。さあリーコンボルトを構えています。いや、いいチーム、マジでいいチーム、マジでいいチーム、マジでいいチーム。ブレイズキングもリコンボルトを打つ隙間がありません。ただこの位置関係だとデッパどう入るか、今来るよパラノイア。ただここでバックで行きましたね。カモンレッツゴー、流しながらパラノイアを、いいパラも入る、バックサイトデップ一方、ユランがマーケットから入ってくる、バックサイト、いや削りすぎ、ユランのイースバックサイトも残り20秒寄っていくらず間に合うか。さあライトバックを終え、もう一回バックサイトに入ってくる。シュガーゼロのカバーどうだ、一旦チル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 、位置がバレました。場所がバレてるけど、勝負の判断、いいね、ユランのトレード、2対2。ただ武器差が。ねえ、ユラン、アウトロー一発圏内ってことは、ラズはアウトロー、アウトローが光りました。一発圏内、第3ラウンド、ゼータ。うわ、弁解落ちてると思ったけどな。あったにはあったので。リスの詰ましかよな、あれ。落ちろよ。相手が入りたい。認められてる、これはもう。公認です。手前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 、オッケー、おお、ヒロロン見てるよ、ヒロロンは。いや、こういう、ほらもうワンチャンにかけてきた、ワンチャンに、らしいなと思うんですけど、ワンチャンにかけてきてるやん、ほら見えたか、うわー、おっしゃ、当たってるだろそれ。まあでも今の情報でオペレーターがいるというのが分かって、簡単に勝負できない、しかもポイズンクラウドも返しましたから、まあ、手厚い、いやまだユランのこれ毒スネークバイトもあるし、燃料が上がりきってないタイミング、行くというよりはブレイズキングを待ちますかね。いや今これアクションしてくれるだけでマジで最高だよ。セットアップでのエントリーになるでしょうか。ただ間違いなくスモークパラノイアが来てブラストバックで入ってくるのは読んでますよね。はい、そのタイミングでパラノイアがスネークバイトによってうまく作り出しましたね。カウンターかき消した。ただどこまで入ってるかは分かっていないです。相手のアクションに対してアクションを返す。来ていないのはチェックできています。あ、ブレイズキングを残して展開に変えましたね。これ面白いですね。面白いですね。ラズリドライは舐めてるわ。 B がいないのを探しましたね。となればヒロロンのリコンリテイクで、あとは人数かけてとどめを刺そうと。そうですね、もう囲んでこ、囲んで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 こ、裏2名で挟み込んでいきますね。相手を勝負するしかないよ。ショート部分絶対通勤勝負してくるの分かってるよね。ディフェンダーサイドからは2人ってことはこっちも中にパラノイア、うーわなんだその位置、お前ナイスラー、裏からぐるっと回って位置が分かってるよ、うん、ナイス。さあゼータを取り囲むようなリテイク成功です。でこれさ今さあのゼータが圧倒してるじゃん、もうあの戦力さ、立ち回りでもミクロ面マクロ面でも全部圧倒してるじゃん。で出した答えがこれですよ、もう無理倍、俺がどうにかすると個人個人が、でラッシュです。こうなったらさ、もう負けを認めたみたいなもんだよ、ね、そうですね。
たシンプルな B ラッシュになるでしょうか。スラッシュを起点とする B ラッシュにはなりそうです。当然スネークバイトが飛んでくるので強引な飛び込みというところが必要になりそうですね。リテイクにしてるよ。飛んできます。奥にペイントダウン、ね、入りました。スラッシュ捕まれ、戻して再回収ができる。うわ、バイパーズピットだよな。問題はそこなんだよな。アルティメントを切りました。マーケットへのプレッシャーをかけるがここは展開できません。さあミッドのラークを警戒しているラズ、これ以上はもうないだろうというチェックをしています。ドローン頼むぜ。回ってくるポルビ、うわ見えてねえわ。ラーズ一方ライトニングファーストもマーケットでワンピック取ってることによってグローバルスポーツ2名ヒーローロー離婚があるよ。バイパーズピット内です。離婚がある。さあ1回のチャンス付けさせ。離婚ナーイス、せーの、オッケー、大会成功。ゼータディビジョン、いい離婚入るね。ヒロロンがラウンドを取ったわ。この最後の離婚ボルト、自分たちのペースを築いています。さてこの勝負フラッシュ、しかもシュガーの川、しかも相手はまたバイですか。そのままそんな中にハイルでは2対2の攻防です。デップの方切り刻む M、 切り刻んでった。もうかけシュガーゼロ3人目、もうどうするどうするこれどうする。まあ、今日シュガーゼロ高い位置を取ってますよね。そうですね、圧倒的じゃん。結果的にパラノイア打ってないですからね、うん、もちろん味方に干渉してしまうからというのも考えたんでしょうけど、パラノイアお前見えてるやんお前。違う違う、まあまあそういう、まあ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 、違う違う、難しいっていうか、それも価値格だから、こんなの使い方がありました。これチョケも今のエームを価値格のラウンドで使ったって思えば修正が可能だからね。まあ5対5で最初のファーストの試合とかでそのエームが出ちゃうとまずいけど、もう価値格だったからここで出ちゃっても全然いい、別に悪くないのよね。ちょっと人間らしさ出してくるんだよな。これもタイムアウトも切らないもん、まあ、切らないっていうか言うことがないんだろうな。アルティメットの量でも圧倒的にゼータが有利と。さあやはりやるのはショートからのラッシュ、パラノイア、ハンターのフューリー。さあヒロロン隠れている。ヒロロン、フラッシュ合わせ、デップも。ほらもう選んだのはラッシュです。まだブレイズ。選ばれたのはラッシュでした。あ、面白いですね。でもライトニングファーストの立ち回り。ショートを抜けていったライトニングファースト。一方合流していったメイン側3。さあどうするデップ。そうですね。デップ。違う、でもこれ裏から合流してんだよね。ですね。問題はこの位置。ユラン後ろから来た。裏からなんだよね。ユランお前打ち負けね。残るライトニングファストの位置はすでに補足しています。ゆったー、もうラズミグライト。どうでしょう、こう G からしても、まあ一人をうまく利用しようとしたんですが、結果的には情報を多く取ろうとして分散して確保撃破されたと。最初からね、ライトニング最初の方からラズミ何でドライで行くのかっていうのが、かなり凝り固まってるチームの動きに対して正しい選択かなと。ラズミドライ無理や、はい、言ってただラズ12の2、そのうち何人ドライ食ってきたよな。でもドライはもうマジでドライ無理ってもう無理よな。正直だってさ、ドライで戦うゲームなんだから。ここはもうスキル使い切ったらな。一方グローバルスポーツは B メインを抑えに行く形を取ってきます。でこれうまいね、全部情報が取れるように広がってんのよこれで。今 A、 B メインを通勤取ってきたっていう情報が出たね今ね。完全にミッドに今度は圧力をかける動きに変えて、相手にまずスキルを使わせたと、うん、今有利です。今印象付けさせて B メインを簡単に取れないという情報を与えた上での美しい攻めが別の場所を固める。で、こっちは相手はめっちゃスキルを取ったのに対して、こっちは離婚1個で B メインのエリアが取れたことになる。コスト最小限なんですよねこれで。やればほらもうユキさんも言ってるわ。飛んできます。あ、これでミッド取りに来たなっていう。ちょっと待って、ミッドオーナイ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 、ランデブ被害者。いや情報きれいに取れてますね。ミッド多い情報が取れたってことは A 側ユーランドライ進行入ります。ということは A ほぼ空きだろうと。面白く言ってんだよ、うん、今の DG に音が鳴った瞬間になんならもうユーラン動き始めてましたから。ショートスモークオーブンを回収し、ホットハンドからパラノイアエントリーです。これ設置まで別に渡してもいいね。情報整理では完璧に勝っている。まあ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 、あとはここを抑えれるかどうか。こっからやな。後ろのトレードマークがあります。まあ、本来であればこの高台大丈夫、こっちはのスネークバイトと木が1個後々上がるのとショックボールとか。乗せても倒しきれる保証がないですからね。いいフラッシュ入ってるよ。相当抑えに来るグローバルスポーツに対して内側から、はぁお前強っ。ブレイズキングのカバーが入りました。さあ残るは 2on2 だった。急にマジかよお前。ユランの前にラズマショーをさせたいところですね。さあここ通る場所、
ラズに勝負させた。ユラの位置はもうバレています。マジかよお前。立ち回る。お前マジで言ってんのか。お前うますぎー。嘘。さあ交戦距離が長いところをまずは取っていきます。A は変わらずユランが情報を取ろうとしてますね。いいね。ロングレンジで戦えば絶対に勝てるようなバイをしてる。ってことはもうカバーとカバーじゃない。ここ難しい配置ですね、うん、シェリフの2段。ただここ、まあ、本来であれば、まあ、ペイント弾であったり、まあ、プラウラー、うん、まあ、もしくは他の、ね、アビリティで策敵はできるんですが、相場だと難しいですよね。2段ですから。まあ、今のを受けて、まあ、映画が進行難しくなったので、あ、打ち合いガチロシピで一発101の体力を削りました。後付けのパラノイアで完璧に中を取り切る動きができましたね。ライトバック上がるタイミングなんですが、ペイントなんで設置はできません。スモークミスってない今設置をしてますね。後ろトレードマークで壊して、ここ弁解が後ろから寄ってきますが、ここでバンドの回収か。そうなんだよな。ライトバックを使って、え、ジャンクシャウーバーでキルしてない。マーケット付近を警戒しています。で、これメインに引いちゃえばもういいんじゃない。やっぱタイミングを見てフラッシュ返し。ただティジー当たってしまいましたね。インスモーク、バッキーがいるの分かっている。ダメージ、スパイクがさばいた。強い。お前ゼータディビジョン危なきなく13対1で勝利を収めました。第1マップ3セットを取り切りました。13対1ですか。想像をはるかに超えるデップやばいなマジで。いやいいね。でも強すぎる全体的にゼータが、もう一人一人だからもうあの多分あれなんだよね、あの8対1とか7対1の時点でもう G は正直もう捨ててた。もうゼータディビジョンがだってさ、俺はなんかそのさ、もともとプロやってたからこういうもう戦力差でのミクロ面マクロ面で圧倒してるなって分かるけど、もうみんなもそれでも分かったでしょ別に。もう見ててあ、もうこれ諦めてるなっていうかさ、もう勝ち確だなっていうか、もう絶対勝ったなっていうか、みんなも分かったでしょ。もうだってもう後半もう固まってラッシュっていうかさ、もう固まって無理倍してもうラッシュし始めたら、もう正直僕たちは負けました。もう手札がありません、何も手がでなりません、人数で押しますって言ってるじゃん。もんっていうかさ、それがなんかマップ越し見れるっていうか、分かるよなそれが。もうなんか それが出てたもん後半。もう後半2ラウンド3ラウンドか8171ぐらいの時からもうラッシュばっかだったじゃん。でもそれをうまくゼータディビジョンさばいてったよな。そしていきますからね。手前のウルトポイントを取っていくの時か。ああ、政治が取るんですね。まあ、取れるなら取ろうと、うん、いいね。でも A 側に圧かけて A ポーンの時に B 展開ができてる。これ A カウンターの配置をしてるんですね。おそらく、ラスのディジーを起点に入ってきた相手に対して一気にキロを取り返そうという狙いがありそうですが、手前2マッチしてるね。こういうもともとこういう動きをするって決めたんだと思う。じゃないと多分ゴーストとアランボットっていうパイをしないと思う。やはりタレット1本だとあのスモークで抜けられてしまうという恐れがある都合、体で抑えないといけない状態なので、キルジョイが完全に離れてるんですね。さあいいよ、設置までワンパイに行けて、しかも CT 側に、あ、雪だるまを取りに行ける、はい、取りに行って取る設置です。そうですね。さあラズのラークをどこで頼む。ユラン間に合い、オッケー。まだミッドにあります。これユラン見られたかどうか。ユランはもう頑張るしかねえな。ユランの位置に対して一応デップがカバーをする体勢が組んでますが、さあ DG、 さあミッドのスモークを使いながらラズがラック。いやでもいいよ、削ってるよ。グローバルスポーツのリテイクが入りました。雪だるまでのナイス削り制しますが、ラズ来るね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 。ユランを倒しています。ミッドのラックは通っていますが、シュガーゼルもそのラインを通しています。残るはラズ。ただこれ隙間が少し、ただ干渉はできない隙間。乗っていったが、おー惜しい。解除は間に合いましたね。解除は間に合いました。解除間に合ったな。解除外すだろ、カバーとカバーだろ、外せよ解除。ラズやぞ、みんな打ち合えよ。特に、まあ、正面人数かけて倒そうと、うんうんうん、そうですね。手前のゼロポイントには2かかってアウトローが見えたってことはもう全員3人は分かってるけど、けど攻めていく。アウトローを持ったポルビ、内側スローブ、そしてだからアウトローマジポルビのダブルキルです。 DG 入れて、ここはライトニングファスト、マジで問題ない。全員で人数をかけていきます。アウトロー見せてマジで問題、ほんとやめてね。さあリロードができない、だからカバーがいる。
ここは正面ポルビー。本当にだから、あアイスボックスにおいてのアウトローってマジでギリチートだろ。ラズは使っていいだろ。ゼロポイント、ラスが映ります。これ強気なミッドプッシュガチだるい。これオペレーターシュガーゼロを打ち抜きます。これなんだよな。このアングルのオペレーターと対面するのは初ですからね。さあ、スピードアップ。もうバカで、ラズ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 、やっていいことやってるよ。ナイス、やっていいよ。壁やっていいことやってる。なんとか作ったか。あーすごいタイミングでバイパスピッチ。バックサイトにバイパスピッチを乗り越えたデップ。裏もさらにこうする。ナイスナイス、ナイス、それいい。これがまあ最高だ。直伝のラズいいよ。いや、ユランの立ち回りラズやっていいよ。それ人の毛を見れなくなってしまうっていうリスクがありますから。いけるぞ。あ、起きましたね。通りディジースタート。そしてミッドにアランボットを置きました。デップがどのタイミングでワンピック開けた。フラッシュ。ああ、ここはポルビー。ハートブラッドをもぎ取りました。フラッシュ合わせで勝負を仕掛けたんですけども、待ち構えてましたね。そんなこれが、まあ、グローバル e スポーツが他のマップでも見れた得意の形です。エリアをキープして、一旦ディジースタート。出方を伺うと。そして上下2段でピークをして、手前をクリアしていきます。ここまでは丁寧なグローバル e スポーツ。大丈夫よ。あ、しかもここから B 側に展開しそうですね。 B 側に展開するんだったら手前のシュガーか、シュガーが早めに、あと見ていない間にミッド側のアランボットを回収というのが壊されてますね。分かるはずだけど、来てないってことは A 側の配置は崩さない、ね、これだったら全然 A は勝ち目は全然ある。 A 君だったら状況になっています。ただだんだん割り切ってきましたね、ゼータも。 そろそろ A 寄るかと。あ、ゼロポイントで情報は取れたので、バックサイトにはユラン、こっちから先にカーテン開けちゃった。スクリーンは長持ちなので切れるタイミングが勝負ですね。モッシュピットスタート。ディジは即壊してワイヤーアクションに対してライトニングファースト横を取っていった。でかい、苦しい。ヒロロも、いや、いい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 。ラズが寄ってきますが、人数状況は 2-3。 うわ、惜しい。綺麗なカバーが、でも手前側に早められてるぞ。残されたのはシュガーゼロ。シュガーゼロ全然ある。1人倒して、まずはハーフまで持っていきます。そこに対してはダブルピーク。うっと、うわあ、と一発、あと一発ですね。23ダメなんで、惜しい、惜しいところまで持っていったんですけどね。ファンプラスフェニックスのベルリンを思い出しました。はい、やめてね、本当にこのアウトロー、本当にやめて、うん、アウトローマジでやめて。さあ、そしてアウトローです。あー、カウンターの形ですね。さあ、そのエゴが出るでしょうか。アウトロー B は合計5名の配置。いや、あ、 A はもうがっつり開けてますけれども、いや、何かキルが生まれれば一気に裏を取って、分かれば B 側もうちょっと待機していいね。おお、下がった。いいぞ、全員が寄ってくるグローバルスポーツ。さあ、アイスボックスでのイエローでグローバルな戦いがスタートしそうです。オーブ回収、そのタイミング、カウンター作り切って、DJ のカウンター。いいぞ、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 ナイス、いいぞ。ダブルキルを取るが、ペンカイ、やばい、それ、ナイス、ナイス、神合い、スタックした、ゼータが振りました。仲いいので。さあ、第15ラウンド、ブレイブキングのシェリフでラズが落ちました。ファーストブラッドです。まさかのミッドは一人で勝負したようですね、シェリフで。はまだブレイズキングは本当にアセンションの時から高いフィジカルで評価されてこのチームに入ってますからね。さて、ヒロロンとシュガー、いやー、でもアウトローいいね。サイトに控えますが、どこで情報を取るでしょうか。難しいですね。ファーストラウンドでもあった通り、グローバルスポーツはおそらく何かのアクションを起こしてスクリーンを上げられたら、スクリーンが切れるのを待ってからゆっくり入っていくっていう動きになっていくと思います。さて、ゼロポイントまではあと5秒。手前のゼロポイントが終わってから攻めてくるんじゃないかな。フラッシュがない状況でもありますね。相手が来るタイミングでゼロポイントを返すぐらいで本当にいいと思うけどね。うわ、ドライだわ。さあ、ヒロロン、ゼロ、じゃあ入れちゃおうか、じゃあ入れちゃおうか、じゃあ入れちゃおうか。壁ヒットか、壁を壊してウィングマン設置、見えている。ウィングマンが出てきたよー、チラッとナイス、ウィングマン。エルボーのアングルはどうだ、横を取った、イラン
ナイス手前で入れない。ライトニングファーサー、そしてポルビのシェリフが光りました。これどうするか、ワンオンツー、ちょっとアウトローが難しい。創生が入った、一人取って、朗報国は入っています。武器を変えたいところですね。8発前に出る、キング上、まあ、手前にいるかもしれないっていうのがありますからね。ワンチャンスあるのか、一人を取った、すごい振り、位置分かってるぞ、もう一人、リコイルコントロールでしとめていった。デップ、デップらしいクリアリングをしてたんですね。ありがとう、マジでありがとう。そうだよ、アウトローにはそういうのことしてかなきゃ。そうだよね、デップが下奥には揺らん、はい、アウトローやめてね。それでネストに入り込むことができました。全然あるぞこれマジで。ただこれロックダウンからのバイパーズピットっていうマジコスコスなねセットがあんのよ。ビジ、おっ、反応しない、コスコスな、これはラッキーですね。さすがに気づかないと思うんですけど、デップ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 、おお、あー、たまらん、頭145でした。今胴体になったんですけどね、逆に抜かれました。何なんそれ。さあイエロー入ったのか分かりました。でもここは弁解、まだ見てる、バイパーズピットを見切ったので A 展開、展開ではあるが A 展開、ブレイズキングはそのまま雪だるまへ。しかも走って移動してる足音をブレイズキングが聞きましたよ。さあ弁解もラフターに来ているのが分かった。リーダー、さあ残された弁解は A 側でラク、 B 側進行に切り替えます。ナイス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 、いやブレイズキングが偉すぎる。今度は雪だるま展開です。ちょっとブレイズキングの位置どうにかできん1回。さあ問題はこの雪だるまでの攻防です。ハイパースピットを使う、ヒロロン警戒できるか。いやバラバラにいってますからね、この勝負、勝負次第になります。打ち方強、ナイフもあるまだ裏は。さあゼロポイントが上がった。下からデップ、これ泳がせて、泳がせて、1人2人見えた、1人2人、ナイス、マジで取れんのこれ。アングロマジかよー、マジかよー、なんこれ逃げんの。何か一つかけていたらそこどうにかできるか。あと1本取るには十分なアルティメットを秘めています。特にブレイズキングがジャッジを取り出しているということはもちろんバイパーズピットを視野に入れてますよね。スラッシュ切ってエリアを取ってロックダウン、バイパーズピット、そこまでが見えているグローバルeスポーツ。さあ先んじてデップがブレードソームを切りました。そうなんだよ、スラッシュスタート、そこにはスラッシュに対して0ポイント打ったんですが、ここはヒットしません。3人がヒットしかもスラッシュだから4人かな、4人分かったね、4人分かってバイパーそこで切るんだ。フラグメントの開始がありますが、これはどうだ、マシンで捉えることはできません。壊せなかったですね。さあこっからだぞ、来るのはバイパーズピットが設置でしょう。苦しい苦しいリテイクがスタートしてきます。設置は止まってるぞ、前に入ってる、デップ、デップなんでお前前に入ってんだ。裏からぐるっと回ってくる、残り40秒、まだ設置はできていません。デップ、デップ何やってんだお前。あっという間に5対3、中にいるブレイズキングが残ったか、マジかよ。さあ今度は B 進行、2人ドライなんだよなこれ。これマジでアングル合わせてくんな。ナイス気づき、ナイス7さん、サイト内に入ってるぞ。これは気づけないんだ、やばいわ。待ってた、ナイスカバー、ラズが早いカバーでなんとか内側は制圧しました。これもう少しラズが生き残っていると苦しかったゼータでした。そうですね、ただ今ギリギリミッドのタレットが反応していたので、これ継続してミッドのラグケアしているんですよ。うんうん、もしかしたら A 前にまだ弁がいるんじゃないかと。いや、デップが前目で抑えれてるからもう寄り切っちゃっていこうか。デップ残して B3 に変えましたね。ただウォールからのこのリテイクに対してのオペレーター厳しいねこれ。ナーイスラブド、くれ、死ね死ね死ね。これでスパイクあるのでさすがにデップも寄りますね。ディジースタート、スラッシュもある、ナイス、スジ。さあ3段構えで設置に対して補助をかけました。
さあイエローに対してのモッシュピットスタートでしょう。モッシュピットスラッシュチェックが入ります。上に乗ってるのやばいぞ。上に乗ってんのはなしだろ。どうだ、抜け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 、ポルビーが強い。ジャンプピークもここはポルビー。うわー、ナイスライ。最後はブリンクで仕留めていきました。まあでもこのゼータの試合がフルマップで見れるってことにまず感謝をしよう。ありがとう。かなりグローバルイスクマドリードに行くにつれ、ゲームの時リオンさんは最強でしたね。俺最強やったね。打ち合い最強やったね。メイとラズに認められてたんだ俺やっぱ、ね、メイとラズっていう、まあ、俺の友達がいいんだけど、まあ、ここにも出ちゃってんだけどね、ラズってやつは。そう、ちょ認められてたんだよ、ね、そこ世界大会に出てんだけど、ラズってやつは、はい、そのメイってやつも世界大会行ってんだけど、ダサい。ラスもレズキングも目立っていましたからね。今のこうオーメンに求められているものはシュラードスクの手前のエリアを取って、まずミッドのリコを壊しましょう。様子見です。これ今のミッド当たってくんだったら当たろうって感じだったのか。ういう、まあ、A 側、うーん、ミッドが警戒しますね。今の反応でオーブ回収で A 側を引いていきます。そこから B 合流でしょうか。ミッドのコントロールを目指していくグローバリースポーツ。いや、あくまでホールドで B メインいきますか。あ、ただ A メイン結局今ゼロポイントで取りに来てないよということで、うん、キルジョイ配置なので割り切って B に移動しましたね。これ噛み合いますよ。いやー、サイトマインは合計2名となればグローバリースポーツを取る。ただ耐え目、メイン目でちょっとこれキワイな、セミンでなりそうですね。どうするのか。中に入るメイン目の判断だけど入っちゃう敵がリコンボルトを返してパラノイア返しが入りました。デッポの中に合流した。中3名に切り替えました。ゼータデップ、デップ、デップがいる。シューガーが出てくる。中にベンかけると思ったら、ただベンかけるぞ。は3人押さえてまだユランがいる。ショックボルト、デッド、うわー、よくそこでショックボルトを抜いた。やる、体力状況の、ね、そこでショックの判断。いいね。ただやはりデップがテールウィンドウを使って中に入ってったのが同じこと言ってるよ。しろ、動きができましたよね。同じこと言ってる。あのヒロロンが倒されたっていうところもあって、マーシャルのデップブリンク抜いてみようか一回。そうで、そうもう一発撃っちゃってみてる。そうだよね。ブリンク勝っちゃってピークしちゃってみたりしちゃって、オッケー、惜しい。2人撃った。うん、ワンウェイしちゃって冷静に、ワンウェイ全員がミッド進行に変えます。前に出る、カバー2カバー打ち合わせたりして、オーケー、カバー早いですね。パスマンチでピストル取られたらタイムアウト取る。 CR の時さ、コミュニケーションエラー、ピストルで起きてタイムアウト取られた。ナイス、抜き返したラス。マジタイムアウトとか言ってピストル終わった瞬間タイムアウトで大事なタイムアウト失った。一発狙ってみちゃった。おマジで、ほんと、ありがとうな。さあ抜け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 、撃て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 。パラノイア一旦中に入らせました。ぐるっとパラも来た、 KO も見えた、ジョイも見えたんじゃない。ってことは全員だよね。ってことはデップの背面に戻りが入ります。アランボットです。まあ、後ろバレたので G は無理するしかないよね。これ無理するときにクラッシュ合わせ、大体にファーストオートまで入っていった。うまいですね。リテイクをうまく崩しにいってます。ここも勝負、ライトニングファーストデップ。よかった、ナイス。人数イブン、人数イブン、人数イブン。これだいぶ情報は持ってきましたね。いや、もうこの時点で削れてるからね。少しわからないなというところですけれども、まだパラノイア残しています。フラグメント、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュスタート。ラスがバックサイドで耐え、オフアングルで待っている弁解。2分かった、ドシュガー。弁解が立ち回ります。その弁解を相手にしたいシュガーゼロですが、あえてパラ打って表から侵入、伸びてきた弁解、読み切ってる。ただ時間がない。これはもう飛ばす判断ですね。ナーイス。第3ラウンド、飛べよ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 、シャーシェ。ゼータにとっては大きな1ラウンドです。そうですね、取りに行くラウンドになりそうです。 B メインのコントロール、プッシュの判断、フラッシュ合わせ、潰しに行く。いや、高台を取ったか。弁解、ファーストブラッド、何それ。弁解を倒し、ただ一方ブレイズキングがこのキャットのエリアから射線を通しています。わ、しかもツーマンセルでしっかりカバーを取り合っています。さらに A 側ライトニングファーストが情報を取っていますので、 A ほぼ空だというのは分かっていますが、 A はもう音聞こえてるぞ。詰めてくる動きに対する対処がとにかく上手ですね。ドローンスタートです。
もうパラノイアはありません。フィジカル勝負、ドローンいいんじゃないか。こうやって手前に入った。パラやめてくれ。いや焦らないし、こい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 、時間を使えば確かに寄る可能性もありますからね。フラッシュポイントもあるんだよな。となればキャットからのハサミも怖くなるラズ。ゼロポイント飛んできます。追加のスモーク、このタイミングでのエントリー、フラグメントとリコンボルトを合わせていきますが、ラズどうだ。マジかよ。うわー、レッツゴー、オッケー、ありがとう。これラズ、マジでしかなかったですね。そうですね、こういうのなんだよ。これだけで大体は A の配置をミッド側に1人寄せるようなやり方なんですよね。あー、オペレーターの一発打って今から A キャット詰めますよと。いや、これだけでかなり今グローバルディスポーツは相手の配置をコントロールしてますね、はい、さあここでうわガーデン側3になりました。偉すぎ。なんとかこのタレットベイトの配置を通したいバズですね。そしてメインドローン A バサミの可能性が見えてきたゼータオペレーター。しかしなんと B 側でラスを落としたことによってでっかそれ取りました。そうですね、スパイクドロップです。タレットキルがうまく決まったようですね。さあ今度はミッドです。ここにはアランボットが仕掛けられています。中パラノイア B 側いい B 入る判断寄った瞬間素晴らしい。ラズも前に出るが無理はしない。ラズもアッパにはパラノイア時間稼ぐだけ。細すぎる動きが。ここ冷静、いかにも冷静、いかにも冷静。ラウンドを取る動き、これがラズ。さすがにこれ以上進行するのは難しいか。タイモクもしっかり受けてますね。残り5秒です。設置弾、オッケー。いや素晴らしいね。いい時間稼ぎができました。マジでいい動きやった今の。 B を2とだけをキープするような置き方ですね。あくまで A 中はリテイクと。はい、このゼロポイント2人移りました。2人移ったのでかいんじゃない。パラノイアブリンク、おお素晴らしいね。ブリンクも分かった。スモークで切るような攻め方です。そしてデッド返ってきます。素晴らしいよ。ヘブンはあくまでキープです。デップそのエントリーだよな。デップデップをあえて使う。安心だよ、大丈夫だ。やばい、やばい、やばい。それでも3対2。ただフル HP の3人と HP が削られている2人、勝ったでしょ。しかもメインからのこの射線よ、これ。これいいジャンピング。そうでしょうね。一人しか見えてないんですよね。うん、いいよ。2確定でしょ。はい、いいね。はい、ちょっかい出して、はい、ちょっかい出して、はい、ちょっかいちょっかい、はい、ちょっかい出して、ちょっかい、はい、もう一回ちょっかい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 、黒コンタへの揺らん、はい、ちょっかい、はい、ショック、はい、ちょっかい、ナイスだ。シャッシュガーゼロです。7対6、後半のファーストラウンドはゼータディビジョンが取りました、ね、最終できるだけ A1 でリテイクのことも意識したいんでしょうね。おー、序盤だけ動いてあとは B1 に寄ってきます。そうですね、しかももうミッドはおそらく取られているかもしれないというのが分かってのことか。最初から顔を出そうとしてませんが、このアングル怖いですね。待って待って待って、見えた。ポルビーファーストフラット。これで B の進行が少し遅くなりそうなんですが、もう関係はありません、行こうぜと。この先にはオーディンです。ジャンプ音は聞こえてるでしょう。見えたか今。リコンボルト中は取れました、うん、そうですね、うまくこれで中までは入ることができたので設置は一旦いけますが、広がっている余裕はなさそうですね。いや、シュガーのスモークが中で固まるか、なんならこれローワーからデッドが当たりに行ってもいいかもしれませんが、どこ焚くんだスモーク。武器スティンガーの距離であればチャンスがあります。手前だよね、やっぱ難しいですよね。ナイス武器、マジやば。パラノイア避けている。デップこれであれば、この距離であればスティンガー、スティンガー行かせる。マジでマジでありがとうな。今度はまあありがとうな。いつもありがとう。マジかよ。いや、いいスモークだったな、マジで。これであとは全員がアッパー側に潜入することができたんですけど。そうなんですよね。そうそうなんですよ。ブリンク中に落ちたんですよ。一瞬見てましたけど、正面ブリン
るならまだ分かるんですけど、あの角度それでいい、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 そういうプレーだ。反応して打ってないと思いたい。 B メインはまあ離婚であったりゼロポイントを避けてスタートしようと、うん、あ、ただ飛んできました。なんなら開幕これ爪を警戒しましたね。いや、ミッドからフラッシュ出すのよ。マジでラスの位置手前に張り付かせましたよ。ナイス。キャットドローンフラッシュ合わせ、ブレードストームを生かしたプレーにはなりましたが、ブリンクアウト、そこにはキャットパラノイアが返ってきます。まあ、パラノイアは切らせた動きが、ナイストエム、ナイストエム、これは油断です。そこからの B ハサミがスタートしていきますが、ここにはスモークありません。フィジカル勝負、アランボットを超えていきます。ナーイス、入ってそのまま打ち合っちゃってよ。いや、素晴らしいプレー、流れるようなゼータの攻めでした。いいな、ね、ほんとな、流れてったね。いやー、何が決めたかと言いますと、これミッドのクソ夢です。あざす。サンキュー。マジサンキュー。あれ、マジ、神打ちは結構やばったんな。サンキュークソ夢。サンキュー。あー、さすがにセーブかな。削れれば、どこか削りたいポルミの考えもあるでしょう。でも実際そうでしょ。クソ夢、だってあれ、神打ちでね、食われてたらマジまずかったな。ナイスクソ夢でしょ。まあ、キープってのが一番丸いでしょうか。できたとも言えますし、しかもこれ何がでかいかって、ウルトが全然使わずにラウンドが取れてるってこと。ユランを攻撃していたラスを仕留めたっていうところが、マジでありがとうきっかけになりましたよね。でこれラスのロックダウン曲がれそうなのもでかいし、これマネーキワキワでこのラウンドがパーフェクトで取れたっていうのマジでかい。で何がでかいかって、やっぱミッドのクソイムでしょ。ザッス、ミッドのクソイム、どう考えてもクソイムだ。さあ今回は B メインに複数人が滞在してからの B ミッド取り。いや、ミッドをこの早めに取れてるっていうのが、最速で B バッテリー。オッケー、こいつもメンタルいってる、メンタルいってるぞ、こいつメンタルいってるぞ、このやつ。抜かれるが、ラス。オッケー、もうメンタルいってる、思考停止。ナイス。綺麗に整えて、カバーに入っているが、ブレイズキングは生き残る。そこを抜いていったデップ。さあ、起こす余裕はあります。まもなくスモークを開ける。追加ナイス、メンタルまで削ってるわ。渡れるか。ナイス、よし、カバー。さあ、ここで落ち着きます。これで新しいスモークが今シュガーゼロが、そうですね、つけました。これでゆっくり渡っていい状況を作りましたね。中にリコモルト、いやー、いい、中のリコモルトスパイクを渡して KO に渡す余裕もありました。いやー、これラズーのウルトポイントも欲しいけどなー、これそうなりそうですね。ありがとう。キープはさせません。ラズ、そうだよな、届いてんだよ声が。ウルトポイント欲しいよなー。非常に落とされた。11対8、届くなー。ってことはもうこれ完全にもう勝ってる、メンタル面でも。ここでブレードストームを切りました。ホルビア、ジャッジとブレードストーム、ドローン超えたのが分かった。ここでの勝負か。ちょうど抜けたタイミング、後続ユラに対してのブレードストームですが、ナーイスエイム。ヒロロンのカバーが入りました。そしてラスのカバーも入り、ミッドでは1ストレード、両者のジェットが落ちました。いや、ラズガスルブリは全然いい、ね、ゼータもこれ爪待ちの形でエリアを広げているわけではないので、ここからどうするかちょっと悩むところです。さあ、またラズが情報を取りに行きます。あそこでよく繰り返したのもな。ドローンと合わせてミッドの攻略、ディフェンダーサイド取りまして、追加のスモーク。いや、この B リンクのスモークがあるので、まさかの立ち位置ラス。いや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 、こいつはもう思考停止してるからね。マジかよ、起きたかこいつ。スパイクドロップです。一方そっちに行くのか。今度はナイス、もうほらもうどこにどうしていいか分かんなくなってるもん。ミッド行っちゃって一人で思考停止してるわ。さあどうするか、これ難しいですね。どっちを攻めるか。あー、情報を取った B の いいミッドスモークだね、これワンチャン。確かにあのアングル裏をわざわざ取りに来るで、これ A はもうワンワンでかけてるからいる可能性が低いというのが分かりますし、しかも今タレットを置いたのが分かりました。そこにタレットがあるってことは置き直して中はフリーってことが分かるよね。しかもそのロックダウンはそんな怖くないんじゃない。1発ね、2発、まあ、エリアでもこれ取る、ここを壊すことによってエリアが相当マーケット側もプッシュしてんじゃないかとか何かしら怖いはずだ。今度は自分たちのロックダウンです。ただ早々のパラノイアカウンター、ファストリーテイクは通りません。いや、通しに行ったが、しかしロックダウンを壊すことができません。オーケー、ライトサイド、ライトサイド、ライトサイド、残された面会。ノー、縛られた
た弁解なぜか残されていましたが早速パラノイアを切ってエントリーが始まります。ゼロポイント引っかかったのでタレットは反応しません。デップお前ハンターズフューリーに当たりながら、お前どんなあれだお前。マーケット進行は抑えているデップ、中は取りました。アッパーからの進行でそのままヒロロンが設置を施します。さあ問題はこのデップの位置をどう生かしていくのかがゼータにとっては重要です。ドローンで引っかかりました。What the fuck、ブリンクアウト、カバーに入ったシュガーゼロ、そしてマーケットではさらにデップが打ち込みますが、ここライトニングファーストのキルが入りました。十分だよな、離婚も20秒ない。2オン3です。スモーク上がる、いいスモもできる。あ、もう思考停止しろこいつら。どうするか迷ってるもん。パラノイアが入ります。2人にヒット、手前に入っているラズは打ち負けた。おブレイズキングダブルキル、シュガーゼロ、いい相撲ならシュガーゼロか。勝った、時間がない、打ち勝った。ノータイム、その時間はノータイム OK。 ありがとう。ゼータ13本目取り切りました。2対1、ナイス、素晴らしい。イチローさん、アテンツまで見れて完全に破壊したね今、相手の思考まで。いやでもこの勝ち切ったのはでかいね、一番初戦を、この初戦勝つのがマジで最後のラウンドがありましたが、大事だからな今回の。
これで流れ変わってくれ。そうですね。